はい、メッチチャンネルです。メッチ、2020年 SS ですね。そちらの、ね、15点購入できました。その中の、ベスト3ですね。ベスト3選ぶのも結構悩みましたね。めっちゃ悩みましたね。買ってよかったものベスト3と、あとこれちょっと調べるの結構きついなと思ったんですけど、購入額ですね。全ての購入額ですね。最近あのセールもゲットできたんで、それも含めての購入額をちょっと公開しようかなと思ってるんですけど、この計算してる時にうわ結構買ったなって SS で、まあそれだけゲットできてよかったんですけど、満足はしてるんですけど、あの金額見たらびっくり。まあ僕的にですよ。もうね、サラリーマンやりながらそんだけね、サラリーマンで結構服ってそんなね金かけれないんですけど、結局買っちゃったっていう金額の公開をしたいと思います。ちょっと辛いなって感じですよね。それを見てうわ結構買いすぎたって感じの、まあ、紹介をしたいと思います。では第3位、じゃマイブラ T ですね。マイブラですね。こちらの T シャツですね。これはめちゃくちゃ気に入ってますね。いや正直3位悩んだんですよ。正直このクルーネック、ナオミさんのクルーネックも気になってたし、この、まあ、T シャツ良かったですね。 T シャツもすっごい良かったし、あの 1T もこれ入れたいなって思うぐらい 1T も良かったしね、リーバウリーのこの T シャツもすっごい素敵やなって思ってたんですよ。であもうこの猛暑もですよ。だけどやっぱり僕の思い入れがあるのはやっぱマイブラですね。まあ音楽も好きやし、好きなバンドのあの5本の指に入るぐらいのバンドなんで、これは思い入れが強かったですね。で T シャツもかっこいいですね。めっちゃかっこいい。これが第3位ですね。本当に3位は悩みましたね。あの2020 SS もいろいろあったんですけど、やっぱり3位はこれかなってすごい悩んだんですけど、3位はこれです。マイブラの T シャツです。第2位ですよね。第2位ですね。じゃかノースフェイスとのコラボの、アドベンチャートートですね。これすごく使い勝手いいですね。結構大きくて使い勝手良くて普段使いしてますね。もちろん仕事では使ってないんですけど、普段のプライベートでは重宝してます。これかなりかっこいいですね。僕ブラック買ったんですけど、季節問わず使えると思いまして、まあ今ガシガシ使っています。こちらおすすめです。すごく気に入っております。では、2020年 SS での第1位ですね。はい、ジャカモーションローのパーカーですね。レッド。これは僕はもう思い出がすごいですね。これはもうすっごい気に入ってるんですけど、まだ普段で着ることはなかなかないっすね。まあ時期的なもんなんですけど、これはめちゃくちゃ思い出がある一品ですね。ちょっと着ます。ね、これはもうすごく嬉しくて質も良くて、こうっすね。これはめちゃくちゃ思い入れがある一品ですね。どうっすかね。これかっこいいなって
これはもうあの2020年 SS では一番思い入れがある一品ですね。もう他のやつも全部良かったんですけど、もう全部思い入れはあるんですよ。なんとか購入できたんで。だからやっぱこれに勝るものはないっていう感じですね。1位はもう堂々と1位ですね。これが1位ですね。はい、これもすごくいいね、質もいいしデザインもかっこいいし、これが堂々の1位ですね。これすごい気に入ってますな感じで、あのベスト3から紹介してきました。いや正直ね、あの3位2位にはもうどれも入れたいぐらいやったんですよね。全部いいって感じで、で結構全部使ってるしなんやかんや言って、で、ね、1位はやっぱモーションは譲られへんなって、このパーカーは、あとはもう全部3位以内に入るって感じですね。3位じゃ収まりきられへんって感じでしたね。コーツつけがたいって感じでしたね。すごくね、最初の方は2020年 SS はなかなか買えなかったんですけど、徐々にね、今回シーズンを通してあのオンラインチャレンジできたっていうのがやっぱ思い出強いですね。ね、ウィーク1から、ね、ウィーク20まで、それはあのもうすごい思い出ですね。良かったです本当に。でやっぱあの20まで通してあの購入できたって考えて、やっぱこのモーションのこのパーカーっていうのが思い入れが一番強いです本当に。これは本当にあの嬉しかったって感じでしたね。テンション上がって、これが一番です。1位ですな感じで、2020年 SS は計15点セール品合わせは16点ですね。そちらの方のまあ合計金額ですよね。どんだけ使ったかって、これってね、調べていったんですよ。結構えぐいなと思いましたね。で考えたらセール品ってもうすごいお得やなと思ったけど、それでも足したら結構えぐいなと思いましたね。多分ステッカーセットは多分1500円ぐらいやったっすよね。多分そこもちょっと曖昧なんですけど、そこも計算した上であの合計金額出しました。これちょっと使いサラリーマン使いすぎちゃうかって思いましたね。サラリーマンのくすね、そんな服にお金使ったらあかんでっていうぐらいのレベルのサラリーマンなんで、給料安いんですよ。それでちょっと発表したいと思います。ジャカ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 、はい、195,450円です。ちょっとこれはちょっと誤差あると思うんですけど、195,450円、約20万ですよね。20万はね、あの服好きの人とか、お金持ちの人だったらいいんですけど、僕すっごい貧乏で、お金ない中でね、シュプリームっていうあの好きなブランドでこのね、このシーズンを通して買うっていうのは初めてだったんですよ。この2020年 SS っていうのが、いや20万近く使ったっていうのが衝撃でしたね。衝撃、結構使ったなっていうのでちょっと湧き汗出ましたね本当に。だけど全部このね、なんとか買おう思ってなかなか買えないものを買えたっていう達成感もあるし、で質がいいっていうのもすごくあるんで、買えてよかったかなと思いますね。僕自身はすごくテンション上がってますね。買えてよかった、後悔なしって感じで、それは思っております。すごくいいシーズンでしたね本当に。改めてこの金額とか見出したら結構結構いったなと思うんですけど、すごくその価値はあったなって感じですね。良かったです本当に。だから次 FW っすね。それに向けてやっぱ頑張って残業とか、休日出勤してお金貯めななっていうのをね改めて思いました。
うん、まあ、それに向けて今ちょっと頑張って働こうかなと思いますね。本当に節約して節約して本当になるべく金使わないようにしてて思いましたね。だからやっぱ服とか好きなんでやっぱ買っちゃうんですよね。だからそれもちょっと自粛して、うん、次の2020年ね FW に向けて頑張ろうと思いました。だからまあ価値はありますわ。もう買えてもうたくさん好きな服買えて、うん、シュプのもうテンション上がってますね。そのまあ次 FW もこういった動画上げれたらなと思いますね。いっぱい思い出に残るものをいっぱい買えたっていうのはそれが楽しみですね。まあ、そのためにちょっと資金集めとねオンラインの操作とかも上手くなってどうにかゲットしたいと思います。めちゃです。チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。正直ベスト10ベスト3ですかやったんですけども全部がもうベスト1ぐらいに好きなものばかりです。めちゃねでした。ありがとうございます。